クリジェスは、1176年頃、中世フランスの詩人、クレティアン・ド・トロワによって作られた物語詩。エリックとエニード、クリジェス、イヴァン、ランスロット、パーシバルと5つのアーサー・オー・ロマンスが作られたが、クリジェスはそのうちの2番目にあたる。物語では、騎士クリジェスとそのおじの妻、フェニスの愛が語られる。クリジェスを研究しているルーシー・ポラークはこの作品が、 トリスタンとイゾルデを改変したことを確認しただけで、なく、クリジェスは、オイディウスの作品に登場するナルキシソスをモデルに、作られた可能性がある、とも主張している。また、クリジェスの出だしの文は、著者の生涯と初期の作品についての情報源として、現存する数少ないものとなっている。クリジェスを、よりよく理解するためには、物語を二つの部分に分けてしまうか、二つに、 切り離して読むのが良い。最初の物語はクリジェスの父親の冒険であり、第2の部分がクリジェスの冒険にあたる。クリジェスの研究をしている ZP 座では2つの物語に分けることを支持するが、さらに物語を分断してしまう。ザギは2つの物語を8つのエピソードに分けるという新しい読み方を提案した。このやり方は物語をより劇的に読ませることになる。 クレティアンド・ドトロワの使った多くの体系だった技法と彼の作品であるクリジェスは彼と同時代の作品とはかけ離れたものになっている。ドトロワはラテン文学の技法をいくつか用いている。こういった技法は現実感のあるロマンスを作り出すだけでなくクリジェスを時の試練に耐えられるだけの傑作にしている。クリジェスは七つの写本といくつかの断片として現存している。 この詩は二行連になって、インを踏む6664行によって構成されている。また、15世紀に作られた三分の版も残されている。近代的なクリジェスの最初の版は、1884年にベンデリン・フェルスターによってなされた。このロマンスの別の版として知られるものに、ほんの少しドイツ語の断片が残っている。クリジェスという人物自体は、 他の作品にも登場している。15世紀の指名不詳のブルグント族の作家は、クレティアンのクリジェスの三文版として、デリブレデ・アラクサンドランプラデ・コンスタンティノーブルイで、クライジャス・サンフィルツを作っている。この三文物語はオリジナルとは様々な部分で異なっているが、この物語は当時のブルグントの宮廷における文化及び政治的情勢に適合していたと考えられている。 物語は、ギリシア皇帝アレキサンダーが、アーサー王の王国にやってきて、アーサーの命と結婚し一人の息子を作るところから、始まる。この子がクリジェスであり、ギリシアで成長するが、騎士に除任されるに、十分の年齢になると、父親と同様に、アーサー王の王国にやってくる。アレキサンダーは、父の後を継いで皇帝になるものの、その数年後に死去してしまう。 そこで、クリジェスが成長して、国を統治できるようになるまで、コンスタンティノープルは、彼の弟のアリに委ねられた。クリジェスは、おじであるアリの妻、フェニスに恋をするものの、フェニスは彼らの愛が成就するまで死を予想はなければ、ならなかった。彼らは塔に隠れるが、バートランドによって発見され、アリに報告されてしまう。クリジェスは、から国を取り戻すための助けを求めて、 アーサー・王のもとに赴くが、この間にありは、死んでしまった。こうして、クリジェスト・フェニスは結婚することができたのである。ありがとうございます。